はい、じゃあ頼まれた四角4番いきますね。これ数算です。A を実数の定数として x 大なり0で定義された2つの関数 fx イコール x ログ x gx イコール2分の 1x2 乗ログ x 引く4分の 1x2 乗引く ax、ね、を考えると、1番 fx の増減を調べて y イコール fx のグラフの外形をかけた。ただし必要ならばリミットを x を、プラスから0に近づけて x ログ x イコール0であることを用いてよいと。これ使わないとまずいかな。で2番 gx が極大値を持つとすると、極大値ってことはこういうグラフになるってことですね。こういうグラフのここの部分があるってことですね。ってことは傾きがプラスから0マイナス、傾きがプラスから0になってマイナスになる瞬間があるよと。する。じゃあ a の値の範囲を求めようと。で2、A が1の範囲を動くと、だから1が出てないと2は解けないですね。動くと考えると、GX が極大となる、X の値を P として、2.00P、GP を通る直線の傾きの最大値を答えなさいと。はい、じゃあ行きましょう。ちょっと2番、2の2が難しいですね。はい、行きましょう。1番は点取らせる問題なので、じゃあ FX がこうですね。じゃあ F'X は今これ掛け算の状態だから、これ微分して、そのまま、足すかな、足し算ね。で、これそのままで、これ微分と。じゃあ、これ、ログ x 足す1と。これ、イコール0になる瞬間は、e 分の1だから、これ、e 分の1入れば0になるから、じゃあ、x が0より大きいの範囲における fx の増減はこうなりますと。そしたら、あと、これは、これは問題に書いてあるんだけど、リミット x をプラスから0に近づけて fx が0ね。で、x を無限大にしていって fx は無限大になりますね。これを無限大にしていったら無限大になりますよね。だから結局グラフはこうなります。これは回答です。ただし0は入らないので、こうね。e 分の1の時にマイナス e 分の1ね。いいね。極小値がマイナス e 分の1です。じゃあこうね。で、これ0になる瞬間1です。いいかな。はい、じゃあこれがね、実は2番出てくるんですよ。1番と2番別問題かなと思って大間違いで。じゃあ2番。2の1は GX 項ですね。で、1回微分します。そしたら X ログ X 引く A になります。で、実はこれ FX ですね。ということは、GX の傾きが FX のグラフから A を引いただけと。FX のグラフから A を引いただけと。だからね、結局ね、これ Y イコール FX のグラフね。Y イコール F、さっきの1番のグラフね。で、y イコール a っていう横棒を引きます。これとの関係が2の1の回答なんですけども、ここにね、今 g'x がこうね、で、gx が極大値を持つ条件はと、つまりね、さっき言ったように、gx は2、三次式だから、こういうグラフになればいいんですね。これの、ここ、これ極大値だから、ということは傾きがプラス、傾きがマイナス、プラスからマイナス、プラス、傾きがプラスから0、マイナスになる瞬間があれば極大値があるということですね。ということは、gx が極大値を持つ条件は、g'x が0、つまりここね、かつ、その前後で g'x の符号がプラスからマイナスに変化するような x が0より大きい範囲に存在すればいいと。ということは、fx が、a より大きいとき、つまりこれが大きいときは、g'x が正、当然正ですね。g'x がこれなんだから。で、fx が小なり a、つまりこっちがちっちゃいときは、g'x は負と。じゃあ、これかつこれを満たしている瞬間ってどこですかね。これ実はさっきの1番のグラフですよ。じゃあ、y イコール a をこう引けば、今ここ y、fx ね。fx とこれ a ですね。この辺は、g'x がプラスってことですね。でもこの辺は g'x がマイナスってことですね。これからして。だから、この範囲にこう g イコール、あ、じゃあ y イコール a っていう直線引けばいいだけ。ということはグラフからマイナス e 分の1小なり a、a、a、小なり a と。あ、小なり、これ a じゃない、0。a じゃない。が回答です。よろしいでしょうか。これちょっと難しかったかな。これ回答ですよ。はい、続いて2番、2.00PGP か、を通る直線の傾きを MP とするならば、X が P 増えて Y が GP 増えるんだから、こうですね、傾きって。そしたら、
GP 分の P だから、GX の、GX の X に P 入れて、それを P で割ってください。2分の 1P ログ P 引く4分の 1P 引く A になりますね。で、ここで P は G'P イコール0より、FP 引く A イコール0になります。いいかな ?FP 引く、P ですよ。P は G'P。だから、そもそも GX って何だかというと、G'X こうね。ということは、今これ使ってるんですよ。これをね。G'X がこれだから、それを使ってるだけ。ここでね。いい。じゃあ、これ G'P イコール0ってことは FP 引く A イコール0ね。ってことは A が FP になっちゃうと。で、FP っていうのは P ログ P ね。じゃあ、この MP は、今の A イコールこれを使うと、このとこね。2分の 1P ログ P 引く4分の 1P 引く P ログ P。まとめたら、マイナス2分の 1P ログ P 引く4分の 1P になると。じゃあ、これ微分します。M'P はこうなります。因数分解してね。で、A がこの範囲だったですよね。A がこの範囲っていうのは、さっきね。これね。2の1の回答ね。これだから、じゃあ、P ログ P。そもそも A と P ログ P 一緒だから、P ログ P の範囲が何ぼかって言うと、マイナス1分の1小なり P ログ P 小なり0になります。つまりこれからこうなると。だから A がこれなんですよ。そしたらあとは、どうやったっけ。いいですかね。これからこうなって、で、これからこうなるんですよ。だから今 A がこれに変わって、で、両辺をログ P でこう割っていったと。って考えてもいいし、この中に、だから、この中に P を入れ、あ、だから、この中に P を入れ、あ、だからマイナス1分の1を P の中に入れ、0を P の中に入れたらこうなりますよね。P って。じゃあ、MP の増減は、0から1分の1なんだから、P はね。で、E がマイナス2分の3乗の時、M'P は0になっちゃうと。これね。この P の中に E のマイナス2分の3乗を入れたら0ですね。これが。だからこうね。ちょっとこれ、増減難しかったかな。はい。じゃあそこから P が、もうこれ極大値なんだから、E のマイナス2分3乗の時に、MP は最大値になると。よって求める最大値は M の E、マイナス2分の3乗ってことで、MP の P の中にこれ入れてください。いいかな。じゃあ答え。2分の1の E のマイナス2分の3乗と。これは回答です。ちょっと難しかったかな。はい、以上です。